長山忠則は、昭和期の政治家、自治大臣、国家公安委員会委員長、君一等局実大受賞受賞、広島県日馬軍事騎士村出身、昭原市名誉市民、広島県立広島中学校出身で、岩黒秀夫と同級、1924年に、中央大学法学部予科を卒業後、女子主犯学校の教師を務めた。 1926年、20代で、四季新村村長となり、発揮務めた。その後、広島県議会議員を経て1936年の第19回衆議院議員総選挙に、昭和会公人で、初当選。1938年に施行された、国民健康保険法の法案作成に関与。1939年、公正参与官となる。 1940年、広島中学校の先輩、末次信政海軍大将を中心とする、東亜建設国民連盟に参加。1941年の、翌参議院連盟結成には参加せず、1945年には、東条内閣打倒を目指す岸信介を中心とする、五国同士会を、井野広や赤木宗則、船田中らと結成した。この結成は、 翌3政治界の弱体化を招いた。戦後は占領政策で公職追放。このため、氷屋やタクシー会社経営などに携わった後、1951年にようやく追放解除。1954年、広島県北部に新しく発足した小原市の初代市長となる。翌1955年の第27回衆議院議員総選挙に立候補し、 当選、国政に復帰した。以降、1972年の第33回衆議院議員総選挙まで10回当選。この間、自由民主党に所属し、防衛政務次官、社会労働、内閣両委員長歴任。1964年の第一次、佐藤内閣第一次改造内閣で、自治大臣、国家公安委員会委員長に就任した。 1955年7月、衆議院本会議での戦争受刑者の即時、釈放要請に関する決議案の趣旨弁明は有名。生涯を保険問題、軍人恩給、農地保障など、言うなれば後ろ向きな問題と取り組んだ。国民健康保険中央会会長を長く務め、竹見太郎とも親しく、国民健康保険法の第一人者と呼ばれた。 自動車損害賠償保障法制定にも関与したほか、社会労働委員長時代には、身体障害者雇用促進法の制定、また、原爆医療法の改正などに尽力。軍門議員協議会発足時には、代表を務め、加算復元による恩給改善をもたらし、池田内閣が踏み切ったレモンの自由化には、強行に反対した。自治大臣時代には、 地方交付税交付金の引き上げを実現させた。熱心な起源説復活論者で内閣委員長在任時に国民の祝日法案を強行採択した。野党議員にはネクタイを引っ張られ首を絞められ失神しながらもなお法案を可決に持ち込んだり、長山と同じく広島県出身の池田隼人自民党総裁の3、戦争氏に事務長格として動き、 第2司会などで痛烈なヤジを飛ばすなど自民党内で最も右寄りのグループに属した下派の当賞として知られた。こうした一本気な気象が往々にして国会を招き入閣が遅れたと言われる。1969年、訓一当局日大受賞受賞。1972年の第33回衆議院議員総選挙で10回目の当選を果たし、 1976年に政界を引退した。長山の引退で、広島県北部の有力政治家がいなくなったため、亀井静香が警察庁の職を辞し、広島県第3区から1979年の第35回衆議院議員総選挙に出馬当選して政治家としてのキャリアをスタートさせた。なお、亀井が初出馬時に自民党の公認を得られたのは、 長山の尽力によるものである。1984年6月13日死去。去年87。ありがとうございます。